エディターのお魚ちゃんです。今回は何かっていうと、まあ本当にね、また家電です。まあたまにある家電、まあしかもね、生活家電の方にやろうかなと思います。キッチンの家電というか、まあなんでかって言ったらね、本当にまあこれからね、新学期もなるし、そういうタイミングでね、まあ家建てられたね、アパート買った、借りられた、であとは転勤とかいろいろあるんですよね。そういうタイミングだったりもするので、まあいいんじゃないかなと思ったし、あとまれなんだけど、やっぱ思ってたんとちゃうって言ってね、引っ越される学生さんもいるみたいです。はい、まあそういう人たちに関してね、って言ったらいいなって思ったんで、これは増税島魔法瓶さんのね、エブリオというね、あの電子レンジが少し前に出たんですけど、まあそれをね、紹介できたらなって思っております。はい、まあエブリオってやつは少し前にもちょっとやったんですが、あれちょっと大きさが違います。はい、やっぱりね、こちらは24で言ったか、ちょっと大きめのやつをね、本当に紹介できたらなと思ったんです。はい、しかも こっちも結構ね、ドシンプルです。だから本当に女性の方でもめっちゃくちゃ使いやすいし、まあ本当にね、いたずらな感じではないですよ。こういうところはいいですよね。うん、やっぱこれでもって白と黒系と二つあるので、結構シンプルでおしゃれだし、可愛い機種だと思います。そういうのを見させてもらえたなと思います。ね、はい、どうぞ。
少なくして本当に、まあ、普段使う機能はを重視している、まあ、そういう印象ですね。であとブラウザーで使いたい機能は下段にあるちょっとところにスライドさせれば、まあ、数字で、ね、設定ができる、まあ、そういうところなんですよね。ただ量が多いので結構細かいのでそこはちょっと注意かな。でもやっぱりねこういうところにもこだわってるし、まあ、逆にこれが良かったのかなっていう感じです。そして、まあ、色も結構ね二色展開っていうのが一番いいかなって、まあ、これもこれで素敵なモデルかなっていう感じです。はい、させることによって、まあね、まあ、十分な厚さで温めれる、まあ、子供さんの離乳食とか、まあ、あのね、心付けとか、あと、なんだろうな、まあ、スーパーで買ってきた、ばっかりの、ね、唐揚げとか、そういうのをサクサクにして、いろいろできる。ここは結構魅力的で、もし、本当にね、ここまでやると結構ね、普通に、コン
そういうのを温めるだけでも結構魅力的な。
ラーブラックグレー、エブリヌにおいて言えば、ね、操作性に向いていくことがこだわって女性目線の設計ですね。
ありがとうございました。まあ本当にね、まあ、こちらに関して言うとやっぱりね、おおって感じはするんですけど、やっぱりねめちゃくちゃシンプルです。で、まあこれからね買うとすれば、こういうのはねどちらかというと本当にシングルというよりは本当に3人ぐらいのファミリー向けかな機種です。ちょっと大きいんですよ。だから本当にそういう人に向いてるかなって感じです。なのでまあシングルでも全然使えますよ。まあこういう機種はね本当に値段が張るので、まあ4万5万ぐらいの機種なんですけど、やっぱりねこれくらいだったら本当に一人暮らしでもいけるし、まあ下手するとファミリーでもいける、まあそういう機種です。まあどういうところを狙ったかって言えば、やっぱりね本当に校内の大きさ、どんなものを入れるかっていうのがあるし、特にね、まあ
リコップとか、まあ、それくらいならいいんですけど、コンビニのね、弁当とか。ね、本当に、皿がつくかつかないかに、結構、物を選んじゃうんですよね。うん。だからそこが辛い。だけどね、これは結構一致したと思いますよ。ね、はい。まあ、ちょっとね、下ごしらえもできるし、温めもできるし、お菓子も作れるし、結構いいと思います。そんなところ。